はい、au 伝説黒の奇跡2実況プレイパート109やっていきましょう。さあ、赤黒い力の影響で、フェリアね、リセットが大してしまうというね、最悪の状態になってしまいましたと。まあ、とりあえず、そのジャコモの隠れ家の方でいろいろ情報が、情報屋たちが集まってくれているっぽいんでね、合流していきましょう。ここだな。どうしました？人の気配がねえな。ああ、ジャックもベルモッティもまだ来てねえのか。誰もいないわね。集合場所を間違えたのか。なるほど。そういうことだったか。はめられた。こいつは、おいおい、マジかよ。皆さん、逃げ！はい、まあ、言えなかったと。え？彼女潜るってこと？パルの罠にはめられる？パルとかジャックとかもってこと？これはすごいね、今回。これまで協力者だった人間みんな敵ってこと？ワンちゃん。をしようって話になってるの。それじゃ気をつけてね。ちょっとこの感覚何度体験してもやられたわね。爆弾が仕掛けられてたなんて。罠はそれだけじゃない。お前さん気づいてたな。確信はなかったよ。ファンの目もそこまで万能じゃない。私にとってはよく知らない子だし、飛び込んでみないとわからないこともある。まあでも、巻き戻りが起きるか一度試してみるのもありかと思ってね。じゃあ、見抜いていて、あえて。頭のネジがぶっ飛んでんじゃ、今に始まったことじゃねえか。褒め言葉と受け取っておこうかな。でもはっきりしたんじゃないかな。MK と来るかだけじゃないことは。まさか、ハルさんまで。MK ともクルガとも、直接関係ねえだろうが。いや、あいつも、アルマータの前の頭とは、それなりに因縁があるって話だったかな。私たちを、A の最後の協力者として認識する根拠はあるわね。その上で、情報屋としてあちら側に協力しているとしたら、辻褄は合う。だから私たちを罠に。じゃあ、ベルモッティさんやジャックさんと動いているというのも、嘘だろうな。通信を使えない状況を見抜いた上なの。修羅場をくぐってるのは知ってたが、恐ろしい娘だぜ。あいつに情報屋として動かれる限り、クリガと MK に捕捉されるのは時間の問題だ。先に何とかしねえとな。どうするつもりだ？ハルを元に戻す鍵があるとしたら、間違いなくあの酔いどれギャンブラーだろう。あいつがこの状況で動かねえはずがねえ。俺たちと何とか連絡を取ろうとしているはずだ。なるほど。緊急時の不調か。裏稼業同士、いざという時のための。さっきのハルスのやり方みたいな探す当てもあるのね。ああ、いくつか方法に心当たりがな。おそらくジャックなら。改めて駅前を一回り閉めるぞ。はい。なるほど、なるほど。ジャックさんのこと、本当に信頼しているのね。ま、付き合いも長いしな。それにジャックならたとえ侵食されてもこんな形で春を巻き込んだりしねえだな。うん、あいつならきっと何かを残してるはずだぜ。まだ好き勝手入ることはできないか。急がねえとな。まあそりゃそうか。おっしゃることはわかりますが、ちょっと今日はこっちに来てたのか。ええ、皆さんお揃いで。よければ休憩してかれませんか。今日はいいおつまみが入ったのでサービスしちゃいますよ。休憩したいのはやめやめなんですけど。ま、魅力的すぎるお誘いなのは確かだが。そういえばここに飲んだくれのギャンブラーが来なかったが。飲んだくれのギャンブラー。ああ、
あの方ですね。ええ、少し前にカウンターで一杯だけ飲んでいかれましたよ。これは当たりみたいね。うん、あの連絡橋を監視できる位置でもあるしね。アルをつけてやがったってことか。だったら、はい、きっとこの近くに。よし、シャードサーチも使ってみるぞ。お、何かある、シャードサーチしなさい。お、それか。こんにちは、どうもです。こいつだな、トランプのカード、あんなところに。敷かれた不調ね。ギャンブラーらしいと言えばらしいけど、間違いねえ。ジャックのやれそうなことだ。バーグが気づくのにかけて引っ込んでいたみたいだね。見たところただのトランプだけど、暗号にでもなってるのかな。ああ、絵柄と数字の単純な組み合わせだな。ジャックの6、ジャックもリバーサイドに向かうらしい。こっちはお茶屋場所と時間、ライブハウスの番地に12時30分ってところか。そういう意味なんですね。さすがというか、ともかくこれで報酬は決まったわね。ああ、リバーサイドに向かうのは同じだが、その前にライブハウスに立ち寄る。改めて準備を整えてから向かうぞ。ストレス進める場合、移動メニューからリバーサイドに向かうように選択してくださいと。なるほど、なるほど。まあ、特にここでやることもないみたいなんで、ちゃいましょうかね。あんまねえよな。店も入れないもんね。いやーね、非戦闘員とはいえ情報や敵に回すとあんま怖いか。あっさりやれちゃったもんね。見つけたぜ、ジャック。ワン、アーロンもやっぱり生きてやがったか。不調分かったみたいだな。他の助手どもも無事か。なんとかな。いや、助手で、いや、二人ばかり無事じゃねえ状況だが、はい、おそらくハルさんとも関係しているかと。そっちもいろいろあったらしいな。まずは手早く情報交換と行こうぜ。記憶の改変。しかもクルガのジョーちゃんとマルドックの姉ちゃんがか。とてもじゃないが信じられねえ。と言いたいところだが。ハルさんもなんですね。昨日の深夜、置き手紙を残して飛び出して行っちまってな。アルマータの最後の協力者が見つかった。まさかあいつらがそうだったなんて。わけのわからん話に混乱してるうちに、お前の事務所が爆発したニュースが入ったんだ。シビアメイドと同じだな。ああ。話しても気づけなかったあたり、あいつらより侵食度合いは低そうだが、どうも裏の情報網を撹乱しまくってるらしくてな。ベルモッティたちも対抗してるみたいだが、割と引っかき回されてるらしい。ハルさんがそこまで、若く見えても情報屋だからな。手の内を知ってるってのもあるんだろう。情報網も頼れないとなると、想像以上に厳しい状況ね。地下鉄整備ビルに向かうなら俺も同行させてくれ。巻き戻りがどうだのは正直よくわからなかったが、俺の集めた情報も組み合わせれば、罠の近くにいるのは間違いない。何よりも、あいつを正気に戻すのは俺の仕事だ。ジャックさん、コートのどんだくれが立ち上がる時が来たってわけか。あちら側と繋がっていた春を正気に戻せば、新しい手がかりに繋がるかもしれねえ。うちの女子のためにも、頼んだぜ、ジャック。ああ、任せときな。それじゃあ早速行くとしようか。その後、ジャックを連れて、改めて地下鉄整備ビルに向かった。よしよし。まあ、この部屋には爆弾仕掛けられちゃってるから、その先ってことかな？爆弾が仕掛けられてる腹。仕掛けられてる部屋。今日、口まんねえな。マジなんだな。ああ。今回は近づかねえ方がいいだろう。近くにいるというのは間違いないのね。ああ。お前らの事務所を爆破した高性能爆弾。アルミスの事件や反移民テロリストともに横流しされたものと同一と見て良さそうだ。
被爆できる距離には限界がある。おそらくこの場所の最上あたりだろう。前にマリエルさんを助けた場所ですね。ここまで同様、魔獣たちも凶暴化していそうだ。そうと決まれば一気に行くだけだ。今なら隙をつけそうだしな。悪いがあれごとは専門外だ。案内は任せていいんだな。コートで兵を相手に立ち回ったやつがよく言うぜ。まあいい、その代わりしっかりついてこい。頼りで誰んじゃねえぞ。さすがに飲んでねえよ。はい。おっと、いったった、つまずいちまった。ダセーな、おい。いつも飲んだくれてないで、たまには運動しろよな。ではでは、いきなりでけえな。面白くはねえよ。おわっと、ここはずっくり行こうかな。これ HP 相当あるぞ。これ畳みかけるわ。そこよ、このまま終わらせる。切り裂け。いた、一気に決めましょう。実感が崩れました。危ないな。行くわよ。任せろ。待て待て待て、落ち着いて対処するぞ。よし、畳みかけるわ。よいしょ。タイミング多いなぁ。にかけるぞ。ほらよ、避けるのはそんな難しくないけど。ここはじっくりよ。あ、へ、こいつ。ほら。うわ。手にもらっちまった。無駄だよ。うん。いい感じだね。シャードブーストの攻撃だ。フルベゆらゆら。はい、失礼します。大体借りは返す。こっち全然削れてねえよ。ブーストチャンス、消えろよ。追撃よ。続くレン。あんまりね、 CP 使いたくないんでね。ドライブ開始。やあ、助かったぜ。ありにすまないね。チャンスだ。もらったわ。燃えるね。そこです。ちょっと地味なセットですけども。ね、合わせて。もらった、チャンスです。やっ、おまけだよ。ちょっと連結構削れちゃってるな。借りは返す。もらったわ。うん、いい気がする。勝てーな、おい。そこです。私が相手です。はぁ、今です。決めなよ。追撃よ。回復します。
助かったぜ。アリン、すまないね。レン先輩、シャードブーストのチャンスよ。頑張ってください。ザイファ駆動。お、ナイス。助かったぜ。すまないね。借りは返すぜ。ここだ。うん、いい感じだね。おまけだ。行こうか、アニエス。ドライブ開始。シールド全開。やあ、行きなさい、アニエス。よし。あれとはもう戦わん。ああ、あのデッケのとはもう戦わんぞ。新しい景色が見えたね。またいい経験が詰めたみたいね。宝箱だな。そこだ。ふっ。ドゲージ。ほら、来たんだ。くせえ。肩鳴らしと行こうか。くせえ。は。そら。ふっ。黒い。よいしょ。崩れた。離しちゃいなさい。そこだ。お疲れさん。はいはい。怪我はないな。テピスタありがてえ。頑張ります。あぶな。あの放電するネズミとかちょっとで何を意識してるんですかね。さあ先に進みましょう。なんかもう何かを意識してるしかちょっと考えにくい魔獣だったな。さあ、次に行くぞ。はい。あー、ここだと。しょうがねえ。さっきのでかいのよりはマシでしょ。まだまだ。暗い。さあ、ふい。さあ、みかけるわ。暗いだけど、落ちなさい。は、へい、さあ、いや。は、ふい。そう。このまま飛ばしてるぞ。くらいなさい。お、次は任せろ。オッケー。はい、三。お、いいね。もうついてるから。タイプを選んでもらおう。上位クォーツに置き換えたぞ。何もついてないのか、やだな。お姉さんがサポートタイプを選択してください。ん？お姉さんタイプを選んでね。お姉さんのおすすめ。けるもねえのか。属性専用スロットね。そこだ。はいはい、すぐ近くにいるはずなんだけど、なんか結構距離あるな。あら、宝箱みたいね。こんな広かったっけ。アーツが有効な敵よ。あら、面白そうなアイテム。うん、やだ。遠隔攻撃気をつけて。群れてるね。片付けるかい。ここか。お、宝箱だな。これか、ここで。まあいい。アクセス成功。始めるわよ。2分ね。周囲を確認。さあするわ。網置かなきゃいけないタイプか。注意を確認。さあ
するわ。周囲を確認、周囲を確認。最短距離って書いてあるな。さあするわ。え、はい。で、おお。さあするわ。いや、範囲広いなこいつ。こんなの簡単ね。出た。よし。さあするわ。んで、周囲を確認。さあするわ。はいはい。さあするわ。オッケー。システムを制圧よ。ファイト、アースドライバー。幻と水属性のディアーツ。あはは。あ、動力ロックの宝箱、これで最後なんだ。ラスボスの割に簡単だったな。いや、まあ、簡単ってのはちょっと語弊あるけど。メンテナンスモードに移行したわよ。なるほどね。まあ該当するその組み合わせになりそうなキャラがいればって感じだな。あのアースとかね、割と今結構サポート面をね重視したというか、あんまりいじるとおかしくないそうだからさ、こういうちゃんと考えたいけどね。内側に宝箱あるから、これだけ回収して。良さそうな宝箱です。めちゃくちゃややこしい部屋だったな。あ、ここ繋がってんのか。じゃあそろそろ終点ですかね。はい。確かこの奥が。そうか、俺も覚悟を決めねえとな。うん、ふぅ、そしたらさっき拾ったやつつけるかな、つけれるかな、つける意味あるかな。あ、魔法さんにはなるな。うん、帰るぜ。いないから外すか、これ一旦。好みのタイプを言うまやい。タイプを選んでください。タイプを選択しな。次いつ加わるかもわからんしね。そっか。でか。はい。じゃあ、とりあえず今回ここまでにさせていただきまして、この扉の先におそらく、爆弾をね、起爆させた春がいると思うんですけれども、単独でいるかどうかよくわからないよね。もしかしたら何かしら護衛がついてるかもしれないんで、まあ、そのあたりに気をつけてね、進みたいと思います。では、英雄伝説黒の秘術実況プレイのパート109。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てな。